ウィリアム・ブラッドフォード・シュブリックはアメリカ海軍の士官。1806年から1861年まで現役にあり、米英戦争及び米北戦争に参加し、南北戦争勃発直後に退役した。米北戦争直後に太平洋艦隊の司令官となり、東インド艦隊の司令官も兼ねたが、実際にアジアに行くことはなかった。 1790年10月31日、サウスカロライナ州に生まれる。ハーバード大学に学んだ後、1806年に士官候補生としてアメリカ海軍に入った。搬送戦闘スループワスプノリ組員として地中海で勤務後、ブリック・アーガスに移り、米国大西洋岸で勤務した。米英戦争勃発時には戦闘スループホーネットに乗り組んでいたが、 フリーゲートコンステレーション勤務を命じられた。ンがノーフォークにあった1813年6月22日、シュブリックは海軍兵を率いて英国海軍のクレーニー島に対する攻撃を撃退している。その後のコンスティチューションによる英国艦載案及びレバントダホの功績により議会名誉黄金勲章を授与されている。 米戦争から米北戦争までの30年の間、シュブリックは戦闘するプレキシントン及びナチェスの艦長、さらに1838年から1840年までは西インド艦隊の司令官を務めた。1845年から1846年までは陸に上がって食品、衣服局の局長を務めた。米北戦争勃発により、シュブリックは再び海に戻った。 ジョンスロート大将の後任として太平洋艦隊の指揮を取るため戦列艦インデペンデンスを率いてカリフォルニアへ向かった。しかしながらシュブリック到着の1週間後の1847年1月2日、ジェームズ・ビドル大将が東インド艦隊を率いてモントレーに到着したため専人のビドルに司令職を譲った。4月には マサトランとグアイマスの封鎖のためメキシコ沖に南下した。6月初旬カリフォルニアに呼び戻され、7月19日にビドルはシュブリックに艦隊の指揮を委ねて東海岸へ向かった。シュブリックの指揮下に海軍は成功理に太平洋岸での戦闘を終了させた。そのハイライトは10月のマサトランと11月のグアイマスの占領だった。サンビアスは 翌1848年の1月に陥落した。戦争終了後の1849年、シュブリックはフィラデルフィア海軍交渉長となった。続いて、建造、修理局の局長を務めた。1852年8月、東大管理委員会の委員長となった。1858年、米国法官ウォーターウィッチに対する砲撃事件の謝罪を求めうるため、 シュブリックは19隻からなる艦隊を率いて、パラグアイへ向かった。典型的な法官外交であった。1861年12月、シュブリックは現役を退き、退役後の翌年7月16日少々に昇進した。1874年5月27日、ワシントン DC で死亡した。4隻の艦艇にシュブリックの名前が付けられた。東大保守艦。 魚雷艇 TB-31、クレムソン9駆逐艦 DD-268、およびグリーブス9駆逐艦 DD-639 である。ありがとうございます。